B-1B に搭載されたスナイパーポット案奥 -33 はロッキード・マーティンがロンティーンシステムの案奥 -14 の後継として開発した照準ポットである。相性はスナイパー。輸出仕様の名称はパンテーラ。センサー部分、フリア、デュアルモードレーザー、レーザー目標追跡装置及び指示装置、レーザー測量機、 CCD イメージセンサー、映像データリンクの機能を備えており、レーザー誘導兵器の運用に加えて、GPS 誘導兵器に座標を送信することも可能である。くさび方の先端部は、サファイアガラスの窓を有し、その中に収められたセンサーには左右の回転方向は無制限、前後方向は5度からマイナス155度までの自由度が与えられている。ロッキードマーティンは、 空対空用途に用いることも可能としており、受動式の探知及び追尾やレーザースポット追跡に対応している。また、ローバーデータリンクを搭載しており、地上部隊などに画像や映像の送信が可能である。メンテナンス性も改善され、自己診断機能やロールにより、約20分程度で整備が可能となっている。本機は2001年に、 アメリカ空軍の先進標準ポットに選定され、現在では、回 -16、回 -15E、B-1B 15、e、B-52H、A-10C など、多くのアメリカ空軍の機体に装備されている。輸出も行われ、多くの国の戦闘機にも装備されている。機体側がロンティーンのフル機能に対応しており、自動操縦による低空飛行など、 地形追従レーダーの機能を必要とする場合は、ロンティーンの後方ポットであるアン、奥マイナス13と組み合わせて装備される。海マイナス35に内蔵される電気、光学標準装置であるアン、奥マイナス40は、アン、奥マイナス33の派生型であり、いくつかのコンポーネントを共有している。2010年、CMDL の搭載が行われて、 従来のビデオデータリンク機能が拡張され、より繊細な画像や映像のデジタル送信が可能となった。また、同年には、先進標準ポッド強化計画に選定された。スナイパー ATPSE では、センサー及びプロセッサーが強化され、ンティスアモードが自動化されるなどの改良が行われている。スナイパー ATPSE は2013年1月に、 本生産が開始され、2014年3月17日に IOC を獲得した。アメリカ合衆国インドネシア、エジプト、アラブ、主張国連邦、オマーン、カナダ、カタール、韓国、日本、サウジアラビア、シンガポール、タイ、台湾、トルコ、ノルウェー、ベルギー、パキスタン、バーレーン、ポーランド、モロッコ、ヨルダン、ルーマニア、ロッキード、マーティン、公式より。ありがとうございます。